オーストリアン・ショート・ヘアード・ピンシャー。オーストリアン・ショート・ヘアード・ピンシャーは、オーストリア原産の犬種の一つである。この名前の由来は、作出当時、ラフ・ヘアード・ピンシャーと呼ばれていた、スタンダード・シュナウザーと区別するために使用されていた、故障が犬種名として定着したものである。単にオーストリアン・ピンシャーとも呼ばれ、原産地では、エスター・ライヒッシャー・クルツ・ハーリガー・ピンシャーと呼ばれる。 19世紀頃にはすでに犬種として存在していたことを示す記述が見つかっているが、いつ頃誕生した犬種であるかは、よくわかっていない。隣国ドイツが、原産のジャーマンピンシャーの地が入っている、古い土着のピンシャー犬種である。主に農地での作業を全般的にこなす、万能な犬種である。農場の番犬として、見張りをしたり、ネズミを駆除したり、ウサギやキツネを、セントハントによって、 仕留めたり、地中に潜ったこれらを引きずり出して、仕留めたりなどした。そのような猟犬としての働きだけでなく、羊や牛を誘導する、牧羊犬、牧牛犬として走り回ったり、夜間に、それらを泥棒から守る森畜犬として働くことなどが、仕事の全容である。1900年代には、絶滅寸前となるが、1921年に、保護活動が開始され、 絶滅は免れた。その後、1928年には、オーストリアのケネルクラブで公認登録を受けるも、第二次世界大戦の戦火により再び同数を大きく減らしてしまう。しかしその時は、クラブのメンバーが純血犬を保護して各地に疎開するなどして守り抜き、生き残った個体をブリーディングして、等数を回復することができた。現在も、 大半の犬はオーストリアで飼育されていて、実用犬としてだけでなく、ペットや小毒具としても飼育されている。国際畜犬連盟公認後は、他のヨーロッパ県内の国でも飼育されるようになったが、まだ世界的には珍しい犬種の一つであることに変わりはない。筋肉質で引き締まった体を持つ、足が少し長めのピンシャーである。マズルの長さは普通だが、顎の力は強靭である。 耳は垂れ耳、尾は背の方を向いて自然に湾曲した刺しを。コートはショートコートで毛色は茶系で背などに黒っぽい色が混じったものをベースとし、マズルやブレーズ、喉、腹部、足先、お先などにホワイトのマーキングが入ったもの。体高35から50センチメートル、体重12から16キログラムの中型犬で性格は明るく陽気だが、 仕事柄により警戒心が強い。番犬として働くために吠え声が発達し大きいだけでなくなかなか泣きやまないようになっている。この点は実用犬としては非常に優秀な点だが集合住宅での飼育には向かない。家族に対しては友好的で非常に遊び好きな性格だが見知らぬ人には軽々しくなじもうとはしない。運動量は普通で かかりやすい病気は関節疾患などがある。ありがとうございます。